も小池でーす。どうもトエでーす。はい、麦わらの一味についてどう思いますか。麦わらの一味、はい、強い。まあだろうね、まあ、強いのは分かるんやけど、はい、それぞれに役割ってやっぱあんじゃん。ああ、ありますね。そうそう、ルフィだったらもう戦闘員船長ってやつ、うん、サンジだったら料理、そうコック、うん、まあ、戦闘員で、ナミちゃんだったらお色気枠、まあまあ、それも分からんでもないけどな、うん、まあ後悔ですね。うん、そうだね、後悔術だよね、うん、っていうように全員に役職がありながらも、はい、ちゃんとそれぞれの特性に合った活躍をさせるのがワンピースめちゃくちゃうまいなと思うんだよ。そうですね、全員が強いだけじゃなくて、例えばチョッパーとかウソップってちょっと弱いけど、うん、絶対おらないかんやん。そうそう、例えばスリラーバークの時のウソップなんかはおらんかったら多分1に全滅してるよ。まあ全滅しますね。そうそうそう、ペローナ、まあ、ごときってのは失礼ないけど、うん、ペローナごときにでもネガティブな感じにさせられて、うん、多分全滅してたと思うから。いや、そうそうそう、絶対誰一人かけても成り立たない。そうよ、ブルックおらんかったらロード4レベル手に入ってへんからね。確かにすごいところで擁護してくるね、ブルックをね、うんうん、っていうように、まあ、一味にそれぞれの良さっていうのを一人一人語っていったらもうキリがないんですけど。そうよ、今日はこの男について知りたいですよ。誰やろう、ブルックかなだったらもう終わろうか3時の暗躍活躍まとめサンジね。そうなんですよ、まあ、僕サンジ好きなんでね。まあそうですね、まあいきなりですけどサンジの懸賞金って今何万ベリーか知ってますか。サンジの懸賞金は3億3000万ベリーですね。なんで知ってん。なんで知ってるか、私がホールケーキアイランド王だから。確かにホールケーキでサンジってめちゃくちゃ活躍してるわけですよ ね、 そうやね、まあ、実はゾロよりも今懸賞金高いんだよね。そうやで、一味の中で2番目に高いからね。そう、ホールケーキアイランド編で3番目やホールケーキアイランド編でジェルマの血筋ってことがまあ判明して、はい、もう3次編っていうぐらい WCI 編は3次の大活躍で終わってるわけなんです。いや、そうよ、ジェルマ祭りやったからね。ジェルマ祭りってなんかややこしいな、なんかじゃあここで疑問なんだけど、はい、3次ってもう出番終わった。まあ大体は。え、マジで。もう田先生の3次の書きたい中の9割は終わったっていうこと言うてましたね。え、いつ言うてた。2021年の小田先生のインタビュー読んでない。え、来年の話ですけど。ああ、しまった、これまた2020年の動画でしたね。ああ、失敗したわなるほどなるほど。あ、来年のことも知ってる。あ、そう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 。じゃあもうワンピースの人とは教えてないいや、それはちょっとね、まだ早いよ。でもね、よくよく思い返してほしい、うん、サンジってワノ国でもっと大活躍するような伏線でめちゃくちゃあるんだよね。え、今日サンジの活躍をまとめた上で、ワノ国編でもサンジが大活躍する伏線根拠っていうのをお話ししていく会にしようと思ってます。おい、はい、まあ、めちゃめちゃ期待できるので、ぜひ最後までご覧くださいませ。そうっす、サンジがワノ国編で活躍する根拠がすごすぎる。1、サンジの各章での活躍、うんうん、まあこれ言わんでもええかな。もうアラバスタ編、ミスタープリンス、はい、プリンスとして暗躍しましたね。そうそう、はい、バロックワークスに顔が割れていないことを生かして、うん、クロコダイルを欺き、そうそう、レインベースに捕らえられたルフィたちを救出。クロコダイルってのはさ、オオカ七部会よ。いや、そうよ、今で言ったらオオカ七部会ってまあ普通な感じするけど、うん、当時の七部会の強さってもう未報告筆頭にヤバいやつ、ヤバいやつよ。だってあんだけ強かったアーロンの4倍強いっていう触れ込みやったからね。そう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 、でしかもね、クロコダイルって頭いいんよ。そうやね、知略の男なんだよ。そうそう、その男を知略で上回るサンジってすごくないって思う。もう諸葛孔明か思ったね。どういうこと、どういうこと。いやいや、もう孔明ぐらいすごいなっていう。あーはー、 ちなみに諸葛孔明という言葉はないんですけどね、諸葛亮孔明、ね、あ、そうそう、そう言いたかったのよ惜しかったね今ね独占。続いて空島編、はい、空島編の活躍覚えてますか。そりゃあれよ、一緒にホトリをね、こうやってこうやってサトリかこうやってこうやってこうやってやって、でルフィを倒す時に役立ったんよ。おなんか死ぬ間際の悟空みたいな。そう、あとあのほらタバコをね、エネルのとこでちょうど火欲しかったとこか、今めっちゃエビースモーカー今これっていうね。そう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 、まあ、ウソップとともにマキシムに乗ったナミを救出しました、ね、そういうことよ。はい、さらにマキシムの歯車を狂わせてエネルを焦らせることに成功。いや、あれめちゃくちゃすごかったね。うわ、お前そこ壊すんかっていう、そう、頭良すぎ。いや、頭良すぎる。それでウォーターセブン NS ロビー編、こちらどうですか。いや、もう一人ね、あのルフィとかゾロが挟まってる時にね、一人ロビーを助けに行ってくれたねいや、もう俺一番仕事したというか、あそこに至ってはなんかサンジがすごいっていうか、あの人がアホすぎるそれ何を切れるよって思うの。そう、あそこでちょっとね、ゾロとかに失望した人多いって。いや、そうやね、まあ、ルフィはまだ分かる、うん、お前は挟まったらあかんやろみたいな。いや、そう、だからめちゃくちゃ一人かっこよくね、だって単身敵の列車に乗り込むってやばいで。そう、無限列車ね。いや、無限列車じゃないねんけど、あれは。そう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 、あの、はい、まあ、ロビンの気持ちにいち早く気づいて、はい、まあ、海列車に乗り込みましたね。フランキーとソゲ
イキングとともにロビンちゃん奪還のために奮闘しました。おビンゴってね、あれかっこいいなんでしょうね。いや、すごかったよ、はい、でさらに NS ロビー編では正義の門の開閉スイッチを操作し、そうやね、一味全員が逃げる要因を作った。そうこれめちゃくちゃ大事。いや、そうやね、そういや、すごいよ。こうやってやりながらね、サンジが根性だけで逃げ切る敵じゃねえだろうってね。そうそう、だってボンちゃんはスイッチを押すために残ったけど、サンジは押した上で帰ってきてるからね。なんかボンちゃんを下に見下す。いや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 、そうじゃない、そうじゃない。ボンちゃんもあれはすごい役に立ったよ。ありがとう。もう死んだみたいに生きてますからまだボンちゃんは。シャボンディ諸島編どうですか。シャボンディ諸島、トビオライダーズを成形させたね。トビオライダーズは成形してないですよボスだけなんで成形したバランスソフトね。はい、ケイミーを捕らえた人さらいチームを見つけ、ヒューマンショップを探し出す。はい、すごいよね。あ、そうでしたっけ。そうそう、トビオライダーズを呼ぶって言ってもかっこよかったでしょ、このシーンね。続いて、まあ東亜君も大好きな、はい、ホールケーキアイランド編。ずいぶん飛びましたね。どうでした、ホールケーキアイランド編は。ホールケーキアイランド編はもう全てサンジの物語ですよ。サニーゴーに帰りたい。噛んだ。はい、まあ、そういうように、まあ、プリンちゃんを改心させて、まあ、お茶会から脱出し、そうよ、ビッグマムの求めるウェディングケーキを作り、食い煩を止める。というかプリンちゃんをね、あんなに手だまりにねしとったからね。手だましてました。いや、すごいよね。すごくないですか。だってあの見つめを見てみんなヤバいってやっぱ思うわけですよ。なんていうのっつったら美しいっていうね。おー、いや、これほんまに心射抜かれたもん俺。いや、もうほんまに俺やったら蛇王演説権の使い手か貴様って返してしまうとこでしたね。それはそれでおもろいねんけどそれはそれで笑ってまうこのシーンかっこよくです、今出てますかね、はい、作ろうぜビッグマムが気絶するほどのケーキ。そうやっぱ料理人っていうちゃんと役職を守ってるブレない姿勢も好きなんだよ俺は。いや、そうやね。しかも、まあ、毒仕込もうってする団体に対してもそう味で、ね、納得させたからね。はいはい、いや、あれはすごかったね。そう、ここにね、なんか取り込みを感じるんだよね俺ね。そう、食で解決するっていうのが、ね、そう、はい、で、実際まとめますと、はい、活躍の共通点としまして、共通点、女性キャラがピンチに陥ってる、うん、捉えられてる時はほぼ確実に活躍してる。そうやね。そう、アラバスで言ったらビビ、空島編で言ったらナミ、ウォーターセブン編、 NS ロビー編で言ったらもうロビンちゃん、シャボンディショットで言ったらケイミー、ホールケーキアイランド編で言ったらプリン。なるほど。そう、すごい共通してんだよ意外と。確かに。で、活躍の共通点としてまだあるんだよね。先ほど紹介したそれぞれのショーでの活躍、うん、それが麦わらの一味とバラバラになっているかどうかすごい大事で、そう、アラバスタ編ではチョッパーと協力して解決する。お、確かに。そう、空島編ではウソップと協力して解決する。確かに確かに、はい、で、ウォーターセブン NS ラビー編はまあ単独で行動します。で、シャボンディ諸島編ではジバルとまあ共闘、ホールケーキアイランド編ではルフィと協力。そうですね。だからやっぱサポート役としてめちゃくちゃ適してるのな。まあ確かに独立遊軍みたいなとこありますよね。またキングダム出てきてるほんと最近キングダム呼んでるからいや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 、用語言うのやめて。いやいや、独立遊軍別にキングダムの用語じゃないから。絶対さっきまで呼んでたから言う。いやいや、さっきまで呼んでないよ、ね、そう、めちゃくちゃワンピース呼んでたよ。ほら、これ俺いっぱい読んでるから偉いね。この企画もみんな楽しみにしててね、ワノ国編ね。はいはいはい、という感じなんですけども、うん、やっぱ僕前ね、ちょっと考察会とかまとめ会で、はい、麦わらの一味の副船長はサンジじゃないかみたいな動画も出したんですよ。それもめちゃくちゃ今再生数あるんですけど、うん、やっぱゾロって思わしといてサンジってちょっと目立ってないこともあるかも。まあ確かにね、派手じゃないんだよね。そうですね。でも絶対サンジがいなかったの死んでるんだよ。まあそうですよね、何回も死んでますよね。そう、そして現在ワノ国編でサンジがまだ活躍してないんだよね、これね。ジャンプの話ちょっとします。はい、じゃあしましょうか。お、なんか女の声が聞こえるということで、あれーってやってるところ行ったら、うんうんうん、まあ、ブラックマリアであれとかね。そう、あれ全然まだ戦われへんのちゃうのみたいな、うん、なんていない、あのカリファの時全然やったから。そうそう、ジャンプ界出すやんか、うん、月曜日に、うん、そしたらコメント欄で、小田先生お願いですからサンジを活躍させてくださいみたいなコメント俺に言われてもと思ってみんなお祈りしてるんよ。サンジね、そろそろなんか女性の敵に対するなんか術を身につけてほしいよね。まあ確かにね、うん、でも思うんですよ僕ね、うん、本当にサンジってホールケーキアランド編で終わりなのと、うん、そう、ホールケーキアランド編ってサンジの過去が紹介されただけで、別に活躍っていうほど活躍はまだないんだと思ってるんですよ。まあね、そう、サンジの活躍は絶対これからだと思っていて、でね、まだルフィたちと行動を共にしていたじゃん、今現時点で。前のジャンプまではこれからはブラックマリアの元に行って、まあ、多分こう仲間にするんか、まだ独立遊軍的な動きをね、本当に言いたいんやな、独立遊軍がこことか言うんじゃん。これはもう確実に今からサンジが活躍するっていう伏線だと思うんだよね、はい、
おそう、ゾロとかも、まあ、大概迷子になったりして戻ってきたりするんやけど、うん、ちょっと見せ場あって最近そうですね。そうで、これから本当にカイドウを撃つのが、まあ、ゾロかもしれない、もう東神様にリュウマに代わってなるかもみたいなことは言われてますけど、サンジがワノ国で活躍するにはやっぱこの裏を書いた作戦暗躍に絶対走るんやと僕思ってるんですよね。確かにね。そうでね、麦わらの一味の、まあ、重要な鍵といえば何ですか。重要な鍵、はい、オールブルーですか。あ、それサンジにとってな。あ、まあ、一味にとって今やっぱ何を捨ておいてもロードポーネグリフなんですよ。あ、そりゃそうっすね。そう、うん、ブルックの活躍でホールケーキアイランドでね、はい、まあ、なんとかなったわけですけども、うん、ブルックそれでオロチ城でポーネグリフをまあ見つけてたりとか。あ、そうっすね。で996話ではローがもう一つ見つけてるよね。あれブルックが見つけたやつちゃうやつなんですかね。そうだから謎なんだよ。まあ確かに、ね、今この場面、うん、局面においてロードポーネグリフ以外のポーネグリフっていらんじゃんあんまり。まあ一応ね。そう、うん、でもそこでまだ見つかってないんだよ。じゃあそれどこにあんのってなった時に、ここはホールケーキアランド編、いわゆる三次編でブルックがちゃんとロードポーネグリフを見つけてくれたように、今このワノ国編では逆に今度が三次が見つけてくるんじゃないかっていう予想できてる、ね、なるほどね。そう、はい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 、はい、今ローも単独行動して、まあ、見つけたわけだから、はい、ローとここでイケメン頭のいい者同士で共闘するようなシーンが見られるんじゃないかなっていうのが僕の予想です。あ、なるほど。イケイケニーニーコンビで、ね、そう、イケイケニーニーコンビ、はいはいはい、でなんかタッグ組んでくれたらいいな、はあ、はあ、いいと思います。いいと思います。あ、ありがとうございます。どうですか、これを聞いたらサンジワノ国で絶対今から活躍すると思いませんか。まあそうですね、実際サンジってこのワノ国編でめちゃくちゃサラリとね、あのジェルマスーツを手に入れてステルスブラックになったりだとか、まあ、サラリとパワーアップしていますし、ようやくね、まあ、競い合う仲間というか、まあ、ゾロとまた出会ったんでね、まあ、お互いが武功を上げていくと思うんですけど。いや、また出てる。またなんかこんなどういったね、あのボスを倒してくれるかっていうのも、コールグリフもそうですけど、まあ、まだ何かしらやっぱね、あの三強として麦わらの一味の、まあ、ボス倒してくれるんちゃうかなと思ってるんで、それも楽しみですね。俺なんかさ、今こう話して思っちゃったことがあって、うん、やっぱゾロにカイドウを切ってほしいと思うんですよ。新しい竜を切る伝説を。やっぱその、なんだろうな、おでん様もエンマとかを使って傷を負わせたから、うん、刀でもってして俺はカイドウを成敗してほしいと思ってるの。でそこでビッグマムが慌ててたような感じで今屋上に向かってんじゃん。向かってる。そう、じゃあなんで向かう必要があるのかっていろいろ考えたんだけど、お前に使ってるソウルはねみたいな感じの発言から、ソウルが足りなくなったから、まあ、例えば不老不手術を受けてるのか、まあ、知らんけど、竜はまあ不老って言われてるから、不老不死であるそのカイドウがちょっとソウルをもらいに行ってるのかとか、まあ、はたまた海賊同盟中だから、まあ、助けに行ってるのかみたいなことも考えられたんだけど、本当にカイドウをゾロが倒すからこそビッグマムをルフィが倒すのかなって思ってるんですよ。ああ、なるほど。そう、もう同時に4個を倒さんかったら、あと4年半でワンピース終わらへん気がしてきて。ああ、なるほどなるほど。そう、だからワノ国でビッグマムとカイドウを撃つことによって世界が大きく変わるって、そこから大きな戦争につながっていくんじゃないのって考えたら、今1000話に向けて盛り上がってるじゃん。だからすごい大事な局面だと思ってるの。だからルフィがビッグマムを倒してカイドウをゾロから倒す、だからこそサンジがそのサポートするために今裏で暗躍して活躍するってことが、より一層なんか喋っててなんか納得できちゃった。あー、なるほどね。個人的にちょっとだけ気になってんのは、はい、あのクイーンが、まあ、ジャッジと知り合いだったぜみたいな感を出してるから、はいはいはい、クイーンを倒すのはサンジなんちゃうかなとかもちょっと思ったりしてるんやけど、もう貴様の科学力はささん及ばぬな、ゼルマの力にはみたいな、かっ飛ばした半分ぐらい聞こえへんかったよ。なんだ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 、いやいや、結局なんだかんだでレイドスーツでクイーンの武器とかを全部無効化できて倒せんちゃうのみたいな。あ、なるほど、なるほど。そう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 、なんかでもまだステルスブラックの有効的な活用のされ方ってあんましてない気がするから。モンナブロは言ったけどね。そうそうそう、だからそこなんかね、やっぱ絶対小田先生なんかすると思うんだよね。だって今だってレイドスーツ着て動き回ったのが本当はやりやすいはずやんか、うん、でも着てないからまだ残してないと思う、本当の正しい使い方。そうよ、ヒーローはずっとスーツ着ないから。ヒーローがずっとスーツ着てたらびっくりするでしょ。スーパーみたいな、スーパーマンみたいな、あられちゃん出てくるね、あの偽物みたいになるから。あ、なるほどなるほど。そうそう、本物は必要の時しか聞いひんから、うん、でも今これ収録してる時点ではライブフォロワーでもチョッパーがこれからあの病気を治すんじゃないかと活躍が期待できてたり、そうそう、フランキーも対カイドウ用の武器みたいなものもやっぱ隠し武器としてありそうやし、それぞれの活躍するシーンをこれから持っていくための伏線をめちゃくちゃばらまいてると思うよ今。いや、そうや。でもサンジだけは本当にそれが隠すかのようにやっぱやってるところがいいなと思う。なんか分かりにくいやん。いや、そうや。でも結果その島のショーが終わったらサンジおらんかったらダメやったねみたいな、そうなってっから、もうマジでこの多分予想は当たってると思う。
やっぱ、ね、絶対活躍する作詞的なポジションっていうのはすごい重要なんでね、はい、そう、まあだから僕もそう思いますね。はい、これキングダムで言ったら誰のポジションですか、サンジって。これはね、リンコですね。リンコ、そう、敵のね、ショーのショーを打っていくんすよ。リンコ強いよ。強い、本人が戦ってもそこそこ強いじゃないですか。あいつほんま強い。そう、うん、まあだから、まあ、麦わらの一味四天王とそのうち呼ばれるようになってくるでしょ。俺は李牧ぐらいと思ったけどな。リンコか。あー、李牧はちょっと強すぎんかそれ四皇ですやん。はい、っていうわけで、はい、この動画いかがでしたでしょうか。やっぱ和の国編ってもう毎週展開変わるから、はい、考察とか予想の違いがあってめっちゃおもろいね。もう普通じゃない。だってこんな普通のね漫画だったらボスって主人公を撃つの当たり前じゃん。そうよ。でももしかしたらその四皇であるボスをルフィが撃たない可能性もあるって思えるだけでも面白いんだよ。というわけで今日の動画が面白かったとして高評価してください。はい、高評価2500以上いきましたらまた和の国の展開予想の考察会も撮りたいと思います。よろしくお願いします。それではSee you。チャンネル登録もしてくださいね。お願いします。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなん？でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は、小焼きチャンネル。